前半10分。ロナウドが蹴り込み先制。さらにその3分後、ロナウドが今大会4得点目のゴールをネットに突き刺します。前半38分にはエジミューソンが華麗なゴールを決め3対0。一方で1次リーグのブラジルは守備に不安も残しました。コスタリカのワンチョペに蹴り込まれ1点を返されると、後半に入ってペースをつかめないままゴメスにダイビングヘッドを決められ1点差まで追い上げられます。しかしブラジルの攻撃はコスタリカより1枚も2枚も上でした。後半17分、リバウドが決め再び2点差に突き放すと、その2分後、ジュニオールがきれいに流し込んで5点目。2失点は喫したものの、